今まで3回この年で戦ってきて、まあ、全部負けてたんで、まあ、今回絶対勝とうと思って。多くの人に支えてもらったんで、絶対感謝の気持ちも込めて絶対勝とうということで、全員で攻めて全員で守るっていう協力しながらするところが一番の見どころかなと思います。最初はもうほとんどが初心者から始めたチームやったんで、まあ、どうなるか心配だったんですけど、まあ、先輩とか先生たちの熱心な教えてくれたおかげで、まあ、最後こうやって決勝まで残ることができたので、本当にいろんな人に感謝してます。